小浜市の池戸の若狭湾境が、三崎越前三崎若狭湾若狭湾は、福井県から京都府にかけての海岸地形を形成する、日本海が深く入り込んでできた湾。福井県北部西端の越前三崎と京都府北端の京が三崎を結ぶ直線、および本州の海岸線によって囲んだ海域を指し、2657、京平方メートルの面積を有する。日本海側では、 珍しい大規模なリアス式海岸が特徴である。若狭湾若狭湾は日本海の大干没湾となっており、リアス式海岸が発達している。湾内には、鶴ヶ湾や瀬久美湾、小浜湾、八代湾、内浦湾、舞鶴湾、宮津湾などの市湾があり、観光名所として日本三景の一つ天の橋立日本三大松原の一つ毛皮の松原を含む、 その風光明媚な地形は1955年に、小の河伊勢の全湾岸周辺が、若狭湾国定公園の大部分に、また1968年には、東岸周辺の一部が、越前加賀海岸国定公園の一部に指定されて、いたが、2007年8月3日に、若狭湾国定公園の内浦川伊勢が、分離独立し、大鉱山などを加えて新たに、丹後甘の、 橋立大鉱山国定公園となり、三つの国定公園を有することになった。日露戦争当時、日本海軍は、ロシア海軍が本土に上陸する地点は、若狭湾であると想定し、京都への侵攻を防ぐため舞鶴に、陳府を、また舞鶴から高浜町にかけての海岸沿いには、砲台を備えた要塞を設置した。若狭湾に点在する港は、 古来より良好でしかも京都にも近いため、サバなどの魚介類の水揚げ地とされてきた。また、フグの養殖も盛んに行われている。現在夏季には近畿方面からの海水浴利用で賑わいを見せ、それ以外の季節は釣り客が訪れる。近年は環境の回復とともに少数ではあるが、クジラやイルカ、オットセイやウミガメなども案内に現れるようになった。 若狭湾沿岸には、鶴ヶ発電所に2基、三浜発電所に3基、大井発電所に4基、高浜発電所に4基、門樹に1基、計14基の原子力発電所が集中している。人口密集地である大阪県やその飲料水源である琵琶湖に近く、原発事故時の被害が危惧されていたが1586年、天正地震で津波が発生した記録があることが、 東日本大震災後の新聞報道などで広く知られるようになり懸念が高まっている。日本共産党京都府会議員団は京都府に若狭湾原子力発電処分の安全対策等を速やかに求める緊急申し入れを行った。湾内には砂浜も以下の五四八町に面している。越前岬から海岸線の到来順。福井県京都府若狭湾には 西端の丹後半島の他小規模な半島が多数見られる。西から列挙するとの順になっている。継承地が多く、常上半島北部には、三方五湖、内富半島には、池ケ門、温海半島には、乙海段階がある。ありがとうございます。